日本近畿地方大阪府大阪市中央区、釣り金町釣り金町は、大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は、釣り金町一丁目及び釣り金町二丁目。大阪市中央区の北部に位置。北は島町、南は船越町、東は谷町一丁目、西は松山町筋を挟んで、東高来橋にそれぞれ接する。 1872年に、釣金上野町、大見町を釣金町に編入し、釣金町一の二丁目となった。1634年に、徳川家光が二条城から船で大阪城へ入った際、三里総土しおりなどが将軍を今市に招き、祝賀の世を表したところ、将軍より大阪町中の自死銀の永久免除を約束された。それに感謝して、 三里総年寄りが協議し釣り金を作らせて、町中に時報を知らせたことに由来する。この金を大阪町中時報省と言い,い、釣り金屋敷が建てられた。大阪町中時報省は重さ3トン、高さ1、9メートルの金である。江戸時代には2時間おきに金をつき、時を知らせた。曽根崎真中に登場する赤月の金は、この金の音とされる。 主狼はたびたび火災にあって消失したが、金は残った。明治に入り、市中に時を知らせる役割が合法に変わると、1870年に撤去された。以後寺や小学校などに預けられ、1926年に大阪府庁舎が新設された際に、屋上の主狼にかけられた。しかしその後は、存在を忘れられ、戦時期の金属回収も免れた。 九百七十年代に郷土市らによって金が再発見される。九百七十年大阪浮裕圏文化財指定。かつての釣り金屋敷跡に企業からが資金を提供して手労を築き、九百八十五年六月十日をもって金を里帰りさせた。なおこの際、手労部分の土地については地主が大阪町中地方省検証保存会に、 英体対応する協定が結ばれた。なお、釣り金の所有者は大阪府である。その後土地は、マンション用地として転売されたが、無償で対応する協定は引き継がれた。2015年当時は、マンションの一角に首労が所在し、平素は午前8時、正午、日没の3回、コンピュータ制御によって種目が動き、金を鳴らしていた。しかし、マンションの地主である。 不動産会社が土地を売却する際に、17坪部分の無償貸し出し協定がネックとなった。17坪部分の土地を分泌し、それ以外の土地は売却できたものの、17坪については、この不動産会社所有のまま残った。不動産会社は、固定資産税の負担が大きいとして、2015年12月以降、保存会及び府に対し、協定解除、土地明け渡しを求め、 訴訟となっている。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大阪府大阪市中央区の町邸あざ一覧、人口統計ラボ。 2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、釣金町の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB、 44、釣り金屋敷跡、大阪市、2018年10月7日閲覧。ABCDEFGHIJKLMNO、大阪中心部、寺もないのに首脳。町人の時報、平成の町に響く、釣り金町の由来に、日本経済新聞。 https://www.nickey.com スラッ<話>シュアーティクル<話>スラッシュ dgxlasih1980495a8241aa1p002018 年10月7日閲覧 abc 大阪町中地方省大阪市中央区2018年10月7日閲覧 abcdefgh 紛糾。三大将軍、家光ゆかりの釣り金が、存亡の危機に、この騒動誰のせい毎日放送。2018年10月7日閲覧。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、 平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、 平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。 平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧郵便番号簿2018年度版日本郵便2019年6月10日閲覧ありがとうございます